いよ、早始めさせていただきます。今回ですね、おい、しばらくこの間にさ、前回さ、もう俺最終章にしようと思ってたんよ、うん、びっくりすんで、これやばいで。なんだこれ。フェアリーライフの前の参加賞のイメンブードっていう、もうフェアリーライフと同等の価値やな。なるほど。これがあんのはマジでやばい。しかも1回100円かな、やっぱり2回100円で当たれば超でかいっていう感じで、でしかも前回は傷ありやったんやけど備品に変わってんねん。だからとりあえずまだどっちか売り切れっていう感じ。今回は3度目の正直でもう1回上行こうかなと思ってる。上売り切れ、まあ、でもあとな、人間の心理から言ったら上をみんなやると思うねん。だから枚数が減ってるはずやん。確かに。そこを狙って今回これはね、ちょっと売り切れまでやってどっちか当てたいかな。フェアリーライフかイメンブードどっちか当てたいっていう感じ。でも久々にフェアリーライフのあの感じも好きやで俺。だからまあどっちか狙っていければいいかなっていう感じで、今から早速ね、これで売り切れになるまでね、やっていこうかなって思います。出会いが1回目どうする、出たら。いやもうやばいね。でもいつ出るか分からんもんな。いつ出るか分からん。ドンドーッ。これ結構、これ4日前ぐらいにつぶやかれたやつだから かなり可能性はある。でこれでも出てたら笑えるけど。笑えるね。120枚が上限を。マックス120で、毎回同様10回に1回おすすめ品って感じやな。とりあえず5000円両替してるから5000円ガンガンぶっ飛ばしてやっていくわ。前回さ、コメント欄でさ、両替に行く尺いらんやろみたいな言われたからちょっと両替はしてる。でさ、このイメンブーゴめっちゃかっこいいんやな、この青い竜みたいな。確かに。フェアリーライフはどっちかって言ったら可愛いやん。可愛い系な。でかっこいい系今回やっぱ狙いたいところ。こんくない、おすすめ品。お、早速1枚目、今回のおすすめ品こちら。あー、レジェンドカードやな。ドギラゴールデンあげるわ。嘘や、返してくれ。前回がボッコボコにやられたから店長に。だから今回はもう見返してやりたい。あー、これさ結構やってるけど腕がやっぱ慣れへんわ。凝る。疲れる。お、でも火やわ。うお、ボルソファ。やば、ボルソファやばない。ナッツ。でも初期ってさ、コロコロの付録ちゃうかった。そうやったっけ。確かな、コロコロのプロもやったような気がすんね。スピードアタッカーのさ、プラス3000トリプルブレーカー、当時はやばかったで。よかった。スピードアタッカーのトリプルブレーカーは当時やばいからな。おっ、あー、ビビった。ナッシングゼロ。今回おすすめ品ちょっと悪いんちゃう。前よりインパクトはないな。インパクトさ、前ドルバルムとかさ、おすすめ品じゃなかったもんな。そうやな。でもな、やっぱあれだよな、書いてるやん、当たればや。当たらなあかん。なにこれ、かっこよくね。なんかこれなんていうカードか分からんけど、めっちゃかっこいいなこれ。個人的にこれおすすめ品ついててもいいんちゃうかっていうぐらいかっこいい。きた、噂したら来た。うわ、シデンギャラクシー。これは懐かしいけど、いや多分安いな。あ、安いんか。あんま期待すると店長にやられてまうから、首持ってかれる。怒られる。怒られるな。やっぱキーポイントはさ、どこまで回されてたかやな。俺まだ上限までやりたないもん。ほんまにイメンブーゴ欲しい。おっ、おっ、おっ、うん、ちうぞ、やばい、来た。久々の大勝利。上やったなこれは。やばい、これはこれは上やった。イメンブーゴ当たるまで成功しました。え、6000円ぐらいで、今回おすすめ5品でイメンブーゴ、シデンギャラクシーとかドギラゴールデンとか。果たしてこれ査定今から持ってっていくらになるか。予想は5500。5500持っていくやろ。早速今からね、これね、査定持ってって。イメンブーゴということで、じゃあ早速今からね、これね、査定持ってね、いくらになるかね、検証していきたいと思います。はい、査定終わりました。俺さ、衝撃的な価格すぎてビビってんねんけど。どっちの意味で。まあ見てくれたら分かるから、もうさって前みたいに見せんで。いきます。はい。ええ、安すぎ。1枚2000円。あれがあれが嘘や。って思ったんよ。2000円はもっとどうなんかな、在庫があったかもしれんで。俺マジで1万円ぐらいいくと思ってたんよ。いや俺思った。体感のやつやで、これ。フェアリーライフも体感のやつやで、同じぐらいと思うやん。やっぱ絵柄とかなんやって。そういうことか。フェアリーライフ絵柄かわいいもん。だからそういうことや。ということで、まだね、フェアリーライフはどっちかに眠ってるんで、ドラスター2号店ぜひ来てみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね、ボーボー。